志賀町でも断水が続いています。厳しい状況の中、工夫しながら大好きな書道を続ける小学生がいます。志賀町の小学6年生、大谷花さん。花さんが好きなもの、それは書道です。好きな文字を書いて、いろんな人に見てもらえて、賞で認められるのが嬉しいからです。小学1年生の時に始めた書道。花さんの家では震災前から墨ではなく水で書くことができる練習セットを使ってきました。明治神宮の書道展には能登富士としたためて出品、特選の評価を受け、5日には授賞式に出席する予定でした。しかし、新しい年が始まったその日、花さんの住む志賀町は震度7を観測。地震の時はこのお家にいたの？そうです。結構やっぱり揺れた？覚えてないです。現在は自宅で生活していますが、水はまだ通っていません。花さんも地震直後から一人で過ごすことに不安を覚える状態が続いています。心の支えになったのはやはり書道でした。水が出ない中、使っているのは、この水って何のお水ですか？昨日までに降った雨水です。雨水や雪が溶けた水を使って再び練習を始めました。やっぱり昔習字やろうと思ったのって何かきっかけは？安心するから。花さんが今練習している文字、それは復興です。能登の復興を願って、復興って書きました。